どうもどうもお疲れ様です。エステちゃんです。今日は金曜恒例トレンド映画ダバナシということで、昨日の予告、あとダバナシ予想でも話したんですが、トップガンマーベリックについておしゃべりしていきたいと思います。はい。で、あらすじがトム・クルーズを一躍スターダムに押し上げた1986年公開の世界的ヒット作トップガンの続編、アメリカ海軍のエリートパイロット養成学校トップガンに伝説のパイロットマーベリックが教官として帰ってきた。空の厳しさと美しさを誰よりも知る彼は、守ることの難しさと戦うことの厳しさを教えるが、訓練生たちはそんな彼の型破りな指導に戸惑い反発する。その中にはかつてマーベリックとの訓練飛行中に命を落とした相棒グースの息子ルースターの姿もあった。ルースターはマーベリックを恨み彼と対峙するがということで、いやー、これ昨日私がですね、自分で明日言いそうなことを予想していたんですけど、反省しちゃったなっていう。で、昨日話したのは、トム・クルーズが、とにかくかっこつけてるというかね、鼻につくから、その文句言うんじゃないかっていうのと、あとクリードみたいに、ロッキーのスピンオフのクリードみたいな、かつての、仲間というか、の息子というか次の世代との、この男の絆というかね、そういう男たちの物語ってピンとこないんじゃないかとか、そんなようなこと、あとは空中戦のね、アクションがねすごいじゃないか、それはいいんですけど、で言ってたんですけど、いやー、とんでもなかったですね。もうなんかこのそんなちまちました話じゃない。もうまずですね、私、これは面白いぞ。こりゃいい。見に来てよかったと思ったのが、最初に、トム・クルーズが登場するシーンがあって、トム・クルーズの最初のシーンで、飛行機のなんていうんですか、車庫じゃないか、なんていうんです、飛行機のが置いてある、そういう車庫的な、あるじゃないですか。置き場が。飛行機が置いてあるこのね倉庫みたいなところに、でご飯、シリアルか食べるために登場するトム・クルーズが、半袖の白 T、 ピタッとしたね、ピタッとした白 T にピタッとしたジーンズに革靴っていうか、そういう感じで、ふうもうこの時点で来ました、来ました、もうザ・アメリカの男みたいな。それがちょっとガタッて椅子に腰かこう、ちょっと猫背気味にシリアル食べる。いや、もう飛ばすじゃんみたいな。始まってますねみたいな感じで思ってて。で、過去のね、その亡くなった、相棒、グースと、トム・クルーズの写真が貼ってあるんで、それ見たりとか。して、身支度して。で、身支度してんなと思ったら、上を脱いでたんです。もう着替えてる。着替えてるなって思ったら、また白 T 着てて あれと思って、白 T から白 T に着替えてると思って、もうそれ見た瞬間、もうニヤニヤが止まんなくなっちゃって、もうこれです、これですと思って、最高でしたね。もうこれでもう、どんどん尻上がりっていうか、いやー、これでもうトム・クルーズ見せてくれるなって。もう鼻につくどころじゃない。もうそこでもう包まれた感じですね。トム・クルーズ臭にもうしっかり強めの香水浴びましたみたいな感じで、そっからはもう、やっぱり「トップガンマーベリック」、マーベリックっていうね、役名というか、そういう、なんていうんですか、そういう呼び名なんですよね。見てて。私、トップガンを見てないので、86年トップガンも見てないんで分かんないですけど、そういう相性っていうか、そのね、パイロット仲間同士の呼び名があるんですよね。で、
なんかそれのマーベリトップガンマーベリック、まあ、つまりもうトム・クルーズだみたいな話じゃないですか、題名は。だからもういかにこうトム・クルーズのかっこいいとこ見るかみたいな、その120分なんで、まあもう惜しみなくね出てますよ。もう白い歯で って笑う、こう綺麗な E の字でクッて笑うところとか、なんかもちろん飛行機のねパイロット技術凄まじいんで、その若いね次の世代、息子役のマイルズ・テラーっていう、そのセッションでね出てた人とか、その次世代の子たちをもう任す、もう蹴散らすような、なんかこの引っ込んだろうガキはみたいなね、まだまだ俺がやるんじゃいみたいな、あの感じね、もう面白かったですね。もう下手なコメディ見るより面白かったです。なんかコテコテで、なこれがアメリカだみたいな、ちょっと前のね。今ってなんかマーベルとかそういうヒーローものが結構アメリカしてますけど、それでもやっぱりあれですか、 SDGs っていうかね、その LGBTQ っていうかね、そういうなんかもうなんていうかね、もう多様性なんで、もうこんななんか白人の、まあ、黒人の人とかも出てますけど、まあもう古き良きアメリカみたいな、もうガーンって出してる映画久々に見たなっていう、86年80年代90年代とかもう空気バンバンに、まあ、あえてそういうね作りしてるんでしょうけど、まあ「シン・ゴジラ」とか「シン・ウルトラマン」みたいにね、あえてそういうタッチにしてるんだと思うんですが、まあ面白いな、本当に面白すぎるなっていうところでしたね。なんかでそのだからまあトム・クルーズのなんか鼻につくかっこつけてるっていうのはもう面白かったんですよ、結局。なんかもう通り越してやりきったもん勝ちっていうか、だから先週の派遣アニメでなんか中村倫也さんのことをなんかねかっこつけすぎてるなみたいな言っちゃったんですけど、中村倫也さんなんかもう全然かっこつけてないです。もっと言った方がいいと思うぐらい、なんか全然普通でした。普通の会話してましたわ、派遣アニメで。もうトム・クルーズのなんかこの、いやトム・クルーズほんと見てほしいな、めちゃくちゃなんかもうとにかく自分がいかにかっこよく見えるかっていうかね バイクの乗り方とか、川崎のねバイク、多分86年の時もそれ乗ってたってことなんでしょうね、写し方からして、あの時の川崎のバイクみたいな、なんか写し方してたんで、そういうことなんだ。もうそれをねノーヘルでね前かがみで乗ってくっていう猛スピードで、これ日本じゃできないですからね、もう絶対にタクシーの後部座席でもなんかシートベルトしなきゃいけないみたいなのありますからね。なんかいやー面白い、ああいうねこの猫背でこういう何ですか前かがみで乗ってく猛スピードで、ああいうのとかかっこいいでしょうね、やっぱ男性からとか女の人でもね、そういう男らしいみたいな、好きな方にはもうたまんないんだろうなって思ったのと、本当にもう古き良きをやってんだろうなと思ったのが、まあ訓練、その3週間後かなに敵の、なんか濃縮ウラン施設を爆破しなきゃいけないっていう訓練で、まあみんな集められてるんですけど、まあその3週間、まあ実際2週間に途中から縮められちゃうんですけど、その合間にまあこのチームワークが良くないからっていうんで、まあそのビーチアメフトみたいな、ビーチでアメフトをするんですよ。でもそのアメフトしてる姿が、まあ男性陣はもう上裸ですよね。で女性のパイロットの人もいたんで、その人はなんかまあもちろんタンクトップっていうかそういうの着てましたけど、もうそのキラキラした若者たちが、まあ、もちろんトム・クルーズも入ってますよ、その中に入ってんですけど、上裸でねなってやってんですけど、キャッ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 こう水しぶきパシャみたいな、もうそのアメフトのボールをこう取り合って走り回ってみたいな、もうなんかもうホワイトホットじゃんみたいな、アバクロの
CM じゃんみたいな。なんか、いや、ホワイトホット見てない方いたらもうぜひ見てほしいです。あれも面白いです。あの、なんか、うん、アメリカだなっていう、アメリカのと、アメリカの得意なことをアバクロは表現してっていうか、そう、打ち出して成功して、打ち出しすぎて失敗したみたいな映画なんですけど、ドキュメンタリー映画なんですけど、もうやっぱホワイトホットでしたよね。だからそう考えると、このトップガンマーヴェリックはホワイトホット、マジで白人の人ばっかり、久々に黒人の方も出てましたけど、なんかこの、もうとにかくハンサムで強いやつらみたいなね。いやー、よかったですね。面白かったですね。本当に面白かった。で、それで、そのクリードみたいなね、なんか男と男のみたいな、なんかそういうね、ロマンっていうかね、絆とか、ちょっとピンとこねえなっていう話、ピンとこねえなっていうんじゃないかなっていう話したんですけど、なんかそれもちょっと違ってみたら、なんかもう、その、あらすじ、っていうか、まあ、予告でも、まあ、どうやらこの、なんか若者とギクシャクしてるな、みたいなのは、わかるかな、わかんないかな。予告だとわかんないのかな。まあ、忘れちゃいましたけど。まあ、とりあえず、まあ、あらすじ読んだだけで、かつて、マーヴェリックとの訓練飛行中に命を落とした相棒グースの息子ルースターの姿もあった。ルースターはマーヴェリックを恨み、彼と対峙するが、てんてんてんで、もう、あ、はい、と。これはもうめちゃくちゃ熱い絆になるんですねってわかるじゃないですか。だってトップガンだから。そのいわゆるその王道の映画じゃないですか。だからこれはもう熱い絆になりますねって思ってて、はいはいと思いながら見てたんですけど、まあそうなったし、で、なんかでもなんかはいはいっていうよりは、なんかもう時代劇っていうか、もう分かってる展開に進んでいく気持ちよさっていうかね。なんか私、あの遠山の金さんの松方弘樹さんバージョンが大好きなんですけど、なんかあれも結局遠山の金さんとか、まあ、水戸黄門とか何でもいいんですけど、時代劇も決まった流れで進んでいくじゃないですか。絶対その水戸黄門や遠山の金さんが負けることってないし、悪いやつは絶対裁かれるしっていう、そのそれを見たくて見てるっていう、そう、そのマンネリの気持ちよさみたいなあるじゃないですか。なんかそれを思い出して、あ、全然いいなっていう、そのなんかそのあマンネリの気持ちよさは、その男たちの絆みたいな良さはちょっといまいちピントは来てないんですけど、でもはいはい、もうちょっとここでガチガチ喧嘩してるけど、してたけどさっきまで、もうこれで助けてもらったことによって、なんとか、あのその飛行機技術がすごいとかっていうので見直してますねみたいな、尊敬してますね、し始めてますねみたいなの、その透けて見える感じが非常に良かったですね。なんか気持ちいい感じで、いやだから本当に私の想像っていうのは陳腐だったなっていうことですね。なんか、うん、良かったな、面白かったな。だから多分あのニヤニヤしてたと思います、ずっと。なんかで、なんかすごい明るい映画です、本当に。なんていうか、ちょっと苦戦して、もうダメかもしれないって思うけど、乗り越えるみたいなね、感じで。で、その、いう濃縮ウランの施設を爆破するっていうかね、その施設のがあるところも、なんか渓谷みたいなところにあるんで、めちゃめちゃ飛行機で、しかも敵のレーダーとかある中で、そこを吸い抜けていくっていうミッション、もう不可能、もうマーヴェリックしかできないみたいな感じなんですけど、それを見事やりのけたと思ったら、そっからがメインっていうかね、本当にそっから先が死にかけるっていう話なんで、あのずっとサビっていうかね、もう本当に、いや
だから映画館の帰り道になんかお土産売り場とかあるじゃないですか、グッズ売り場とか、その何ですか、飛行機のなんかキーホルダーかなんか置いてあるなんていうカゴ、人が群がってましたもん。やっぱこの あからさまなかっこよさっていうか、もう分かりやすいですからね。ピンチを救ってくれるヒーローで絶対死なないみたいな、一番頼もしいですからね。だからやっぱりこの王道をまっすぐ行くって、やっぱトム・クルーズがね、やっぱスターですよね。もうやっぱこの根っから自分が注目されたいっていう 本心からそう思ってるし、もうなんかそう思ってるし、ちゃんと見た目もね、あのかっこよかったりするんで、なんかもう俺をとにかく見てくださいみたいな感じで最高でした。まあだからといって別にトップガン見ようとは思わないんですけど、これね、あの金曜日のね、金曜日はトレンド映画を見るっていう、誰にも頼まれてないんですけど、そのね、なんかそれをやってなかった、そのコーナーをやろうって思ってなかったら絶対に見るのが、多分サブスクで配信されてからになったんで、2年ぐらい、1年2年は遅くなったかもしれないんで、見るのが、いやー良かったですね、面白かったですね、はい。であと残念だったのが、その86年版の方はメグライアンが出てったらしくて、でこのキャストスタッフのところに、トップガン、あの映画 .com のやつにもメグライアンの名前があったんで、あら久々にあのメグちゃん見れるかなと、日本でも CM やってたぐらいめちゃくちゃ人気ありましたけど、かつてはあのなんか出てなくて、その回想シーンでしか出てなかったんですよね、メグライアン。だから残念でしたね。全然見ないですよね、最近どうしちゃったんですかね、すごい整形したんだみたいな話しか聞かないんで、なんかちょっとねあれでしたけどいや面白かったですね、ちゃんとあのなんかいい仲っぽかったそのペニーっていう女の人ともなんかちゃんとまた付き合ってイチャイチャしながらあの終わってて、いや面白いですね。いやメイクアメリカグレートアゲインだなみたいなねいやーよかったです、明るい気持ちなんです本当に、さっきも言いましたけどね、はい、っていう感じで、そのマイルズ・テラー、そのマーベリックの相棒だったグースがかつてこう口ひげを生やしてたとっていうことで、そのなんかいかにも息子っていう、まあ、統一感を出させるためにマイルズ・テラもこう口ひげを生やしてて、なんかこんなひげ生やしたくなかったろうなっていう、これはなんかあんまり見ないようなひげ、こういうひげこうじゃなくてこういうひげなんですよ、分かれ真ん中が分かれてる、いやこれこのひげ嫌だったろうなとか、いや知らないですけど、いや知らないですけど、なんかあの思いました、はい。あとそうアクションで言うと、あのなんかもうとにかく早すぎてよくは分かんなかったんですけど、なんかちょっと空間認知も足りないのか私ね、ただあの飛行機は後ろに疲れたら終わりだっていう、その後ろの取り合いっていうかね、なんかあそういうことなんだなっていうのはちょっと一個あの勉強になりました、はい。そうですね、はい、でもとにかくあとそうあのトム・クルーズがね、そうもうやりきってるのを見て、まあ、そのやりきることの大事さ、なんかもう私みたいな、なんかあのねヘラヘラした人間が、いやもう白い歯がとかね、かっこつけてますねとか、あのそんなこと関係なくもうやりきる、でも面白かったですもん、もう生き切ってて面白かったっていうのはね、だから、うん、なんかヤンキーの人とかこの映画好きだろうな
あとはエグザイルの人とかね、こういうのエグザイル系の人、このトップガン好きだろうなっていう、なんか思ったりしました思いましたね。はい、ということで、あの、まあ面白いです下手なコメディ見るより全然笑えるっていうか、私みたいなタイプの方はあのぜひ、普通にまっすぐ見ても面白いと思うんです。アクションっていうか、その友情とかね、あのそういうのとかでも、男たちの友情ものでもあの面白かったですし、あのホワイトホットだったなっていう、とにかくホワイトホットな映画だったなって思います。ということで、また何かあったらあげたいと思います。終わりです。